世界には美しい暮らしが息づく小さな村がたくさんあり、心に残る美しい街並みなど、その場所ならではの魅力であふれています。また大都市では味わえないような美しい自然や、大切に受け継がれてきた個性ある文化が色濃く残り、他の場所では得られない楽しみを満喫できる場所でもあります。この動画ではそんな世界の美しい村を巡り、あなたを魅力的な旅へと誘います。1. オトラント。オトラントはイタリアのサレント半島東岸に位置する町で、夏には世界中から観光客が訪れる人気の避暑地として知られています。オトラントの魅力は何といっても透明度の高い海、海水浴を楽しめるほか、ビーチ沿いにはレストランやバーもあるため、グルメも満喫することができます。また白壁と石畳が印象的な旧市街はイタリアの美しい村100選にも選ばれており、絵に描いたような可愛い風景をあちこちで楽しむことができます。2. ローテンブルク。城壁に囲まれたローテンブルクはドイツ・バイエルン州のタウバー川を見下ろす高台に位置しています。童話の世界に迷い込んだようなこの町は、中世の町並みが残っていることで有名です。中でも中世の時代から政治を司ってきた旧市庁舎は必見で、13世紀に建てられた塔の階段を上ると街の素晴らしい景色を見渡すことができます。3. コルマール。コルマールはドイツ国境に近いフランス北東部のアルザス地方にある町で、アルザスの魅力が凝縮された町とも言われています。またおとぎ話や映画の舞台にもなる美しい町で、ディズニー映画の美女と野獣やジブリ映画のハウルの動く城の舞台としても知られています。コルマールの旧市街は木組みのカラフルな家が残る街並みが特徴で、ドイツとの国境に近いため、両国が融合したような中世の建物の景観を楽しむことができます。絵に描いたような美しい街コルマール、どの風景を撮ってもおとぎの国の世界のような風景を満喫できます。4. ハルシュタット。オーストリア中部に位置するハルシュタットは、人口900人ほどの小さな町で、中世の面影をたっぷりと残しています。ハルシュタットは町の景観そのものが真珠に例えられるような美しさを持っており、アルプスなどの自然の景観はもちろんのこと、物語に出てきそうな雰囲気の街並みは散策するだけでも楽しむことができます。また最大水深125メートルにもなるハルシュタット湖は外せないスポットであり、遊覧船に乗って湖から眺める街並みや
湖面に映る美しい景色を満喫することができます。モスタル。モスタルはボスニア・ヘルツェゴビナにあるイスラム文化とヨーロッパ文化が融合した独特の雰囲気が魅力の街で、世界遺産にも登録されています。モスタルでは歴史的な景観が残る旧市街をはじめ、近郊には自然を満喫できるスポットもあり、それらを楽しみに世界中から多くの観光客が訪れます。またモスタルではかつて異なる民族間での紛争があり、街の至るところで銃弾の跡など紛争の傷跡が残るほか、紛争により破壊された橋が平和のシンボルとして再建され、訪れる人々の胸に戦争の悲惨さや平和の大切さを教えてくれます。6. エズ。エズはフランス南東部にあるコートダジュールの町で、リゾート地として有名なニースから車で30分ほど離れたところにあります。かつては要塞の役割も果たしていたことから、ワシのスムラという愛称で親しまれておりましたが、現在は芸術と美食の村とも言われており、世界中からたくさんの観光客が訪れる人気の観光地になっています。高台に位置していることから地中海を一望できるほか、石畳の道や石壁の家など中世の面影を残す可愛らしい街並みや、植物園や教会といった多くの見どころがあり、訪れればそれらの魅力を存分に堪能することができます。7. アルベロベッロ。イタリアのプーリア州オリーブの産地として知られる農村地帯にあるアルベロベッロは、町全体がフォトスポットになっています。トゥルッリと呼ばれる石灰岩を積み重ねて作られた小さな石壁の家が立ち並ぶ光景は世界遺産に登録されており、まるでおとぎの国を彷彿させます。また街中にはカフェやレストランのほか、トゥルッリを模した雑貨や特産品のオリーブオイルやワインが買えるお土産屋が並び、美しい街並みを散策しながらショッピングを楽しむこともできます。ゴルド。フランスにあるゴルドはフランスの最も美しい村の一つにも選ばれ、人気の観光地として知られています。山の頂に向かって石造りの家が折り重なっている景観が特徴で、その天空に浮かぶような姿から絵図と同じくワシの巣村と呼ばれることもあります。また村の手前にある展望台からは村全体を眺めることができ、階段状の斜面に石造りの家が密集した姿や重厚な存在感を放つ蜂蜜色の城壁は、ここでしか見ることのできない絶景です。9. モンサント。モンサントはポルトガルの中央、スペインの国境付近に位置しており、人口は200人弱ととても小さな村です。この村は巨大な岩と共存していることが特徴で、
昔から巨石を聖なるものとして崇めていたことから、岩を生かした家作りになっており、巨大な岩と穏やかな町が融合した光景は、強烈なインパクトを与えます。また、村の中には、美しい石畳や石壁の町が広がっており、野外美術館のような街並みは、散策するだけでも楽しむことができます。10. チンクエテッレ。イタリアにある5つの土地を意味するチンクエテッレは、リオマッジョーレ、マナローラ、ベルナッツァ、モンテロッソ、コルニリアの5つの村で構成されています。チンクエテッレはイタリア北西部のリグーリア州に位置し、切り立った崖やワインテラスなど、イタリアの中でも美しい景観を持つ村です。また、チンクエテッレには何世紀にもわたって受け継がれてきたハイキングコースがあり、イタリアで最も美しい海岸の景色を楽しむこともできます。以上、人生で一度は訪れたい世界の美しい村10選をご紹介しました。この他にも様々な国の動画を投稿しています。次はまた別の国の旅でお会いしましょう。